ここからここぐらいの壁を、うん、ブワーこれできる。できたくもない。どうもこんにちは、ケビンです。どうもカケです。山です。今日は何ですか。今日は、はい、アメリカ人に駄菓子を紹介してみた。あー買ってきました。おー、はい、イエーイ。いいね、すごい。駄菓子なんかこんな食べたことないっしょ。あのですね、うん、忘れてますよ。私あの駄菓子屋さんで働いてました。駄菓子屋さんで働いてました。そうだそうだった。そうだ忘れてた。そうだそうだ。あの大学生ですね。確かに、忘れてたよ。お菓子屋店員だ。お菓子、そう、駄菓子をめちゃくちゃ豊富に取り揃えてる。あのそうだそうだ、アルバイトしてました。品出ししてた。そう、品出してた。発注。あ、そこはじゃあ駄菓子いっぱい置いてるんだ。駄菓子めちゃめちゃ置いてある。このね、壁一面、ここからここぐらいの壁を、うん、ブワッこれできる。喉鳴らすと得意なんだよね。できたくもない。だけどそう、まあ駄菓子屋で働いたことあるので、そうか、めちゃめちゃ詳しいです。ちなみにめちゃくちゃ詳しいんですよ。もう忘れてた。今日はこの辺で終わりたいと思います。いやでも、食べたこともあるじゃん。でもね、食べたことは、うん、でもね、食べたことはある、うん、ある、うん、ある、うん、下手くそだね、日本語。今日は日本語調子悪い。接続がちょっとおかしかったからね。食べたことはあるけど、ないのももちろんいっぱい。それさ、うん、大量にさ、うん、あのラインナップあったからさ、うん、その自分の興味のあるチョコレート系しか食べてなかったから。そう、こういうね、人参とかはね、食べたことない、ね、見たことはある。見たことはある。発注はしたことも、発注したこともある。あるあるある。食べたことはない。ない。今日選んだチョイスは、うん、懐かしい系、うん、子供の時、うん、駄菓子屋本と行って、うん、食べたなっていうのをチョイスしてきました。いいや、いい、素晴らしいチョイスですよ。ありがとうございます。そんなことないんだな。そうだよね、バイトしてたね。そう、バイトしてたなみたいな。これ人気だったなみたいな。あ、ちなみにその店員からすると、はい、人気だったのはですね、あのまずこのキャベツ太郎と、ビッグカツもね、人気だったね。このポテトスティックってあるじゃない。あ、ポテトスナックか。ポテトスナック。これの違う種類なんだけど、うんうん、それが、ね、人気だったのよ。わかるわかる。それ本当はね、それが欲しかったの。あ、はいはいはい。売ってなかった。売ってなかった。そう。人気だったかな。山ちゃんさ、うん、懐かしいなっていうのある、うん、俺もうね、これ、完全にこれ。わかる。お母さんと一緒に買い物行くたびに、そのスーパーの駄菓子コーナーで、うん、きびだんご。もうこれね、毎回買ってた、マジで。そっとこう、お母さんのカゴに入れて。入れて。かけちゃんはどれが記憶に残ってる？一番多分憧れが強かったのは練り飴。憧れない。練り飴ってなかったの、そのスーパーのお菓子コーナーで。俺の近所では。なんかおじいちゃんがよくその昔話みたいなので、なんか練り飴食べてさみたいな。じいちゃんそれめっちゃうまいと。練り飴っていうやべえ悪魔的にうまい食べ物があるっていうイメージがあって、しかもそれが手に入んなかったからスーパーで。確かにね。なんかすごい憧れがね、すごくあって。なるほど、レジェンドが、そう、レジェンドな感じがすごくする。練り飴、最終的にはアメリカ人視点でうまい駄菓子ランキングをつけようと思う。あー、OKOK、分かった。これから行こうかな。あ、ケビンはコーラにはうるさいからね。行ってみましょうか。行ってみましょう。色はコーラ、シロシロしてる。確かなんかシロシロしてるね。してるね。え、してんじゃん。してるわ。おお。じゃあいただきます。匂いはね、うん、全然コーラじゃない。おお。甘い炭酸だね。まずくはないかな。粉のまま舐めてみたらどう。そうだね、行ってみようか。うわーこれはね、うん、びっくり体験だったよ。この中でシュワーなったやん、うん、それが口の中でさ、シュワー、これ吐きそうになるの、これ。いやうわーってなって、最悪最悪ブーってなるけど、こう面白い体験だったね。あうまい。なんか指輪みたいになってるキャンディーとかさ、あーあるね、こうあれでさ粉つけるやつはあったね。あれの粉の味。はいはいはい。ああ、うん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 、確かにね、それだわ。それだよ、うん、次ポテトスティック。やったー、ポテトスナック。
俺これ好きなんだ。これ美味しいよね。美味しい。これ食感がいいよね。ザクザク感が。いただきます。うん、美味しい。これちょっともうランキングつけていこうかな。うん、まあもちろんだと思うけど、こうですね。1位に次いくのよ。うわー、キビナゴ。いただきます。うん、美味しい。食感もちゃんとあってね、うん、あのいいんじゃないかな。これね、真ん中ですね。真ん中、ここら辺ですね、真ん中。はい、次はね、これいこう。これ餅太郎。餅太郎、おかき的な感じだよね。うん、あ、美味しいですね。脂っこいのちょっと頭痛くなるから。エパロニピザガブガブかけるやつがずっと。違う違う、あれは脂っこくないから。いやなんかこっちの方がなんか頭にくるんだよね。頭にくる。やっぱこういうさ、その言葉遣いとかって面白いよね、かなりね。そうだよね、確かにって思う、うんうん、頭にきてんの。あー、そこか、確かにね、怒るっていう意味、ね、そうこれはね、ここです。おお、きびだんごも美味しかったと思いました。なるほど。じゃあ、これね、お桜餅。いただきます。うん、美味しい。美味しい、うん、これ多分さくらんぼ味だよね、きっとね。シュガーが効いてていいね。シュガーが効いてる。うん、注意だよね。注意だね。これは1位。1位ですね。美味しい。美味しかった。意外な。美味しかった、美味しかった。じゃあ次は、まあ、ちょっとこいつ行っておこうか。ディラ。あ、粘土。粘土の匂い。最悪や。最悪や。軽っ。いただきます。本当だ。ああ、ほんのり甘く美味しい。うん、なんか甘さ控えめだね、これ。これ美味しいじゃん。確かに。そう、お酒控えめだからね、これ、うん、子供の時のイメージよりすごく美味しい。すごい優しい味だね。そうだね、すごい優しい味。そうは、これはですね、最下位。これ美味しかったじゃん。最下位です。これコーラよりも。はい、いやちゃん、これ1位。これ1位。次どれいきましょうか。次はじゃあ、かば焼きさんとろいこっか。お、かばちゃん。たるん。うん、うん、美味しい、美味しい、美味しい。噛み応えがすごいあってさ、うん、子供の時とかすごい楽しくて食ってたのかなみたいな。これはどうでしょう、評価は。これはですね、ここです。おお、なるほど。ここに入ります。なるほど、なるほど、はい、これすごい気になるんですよ。ファッションアイテムだからね。うん、ここに上にね、We support your no smoking って書いてあるんですね。このゴリゴリ間違えた英語が。なんで修正したらいいかちょっと今教えてあげてもらってもいいですか。 Non smoking であるべきでございますね。 Non、 Non であるべき。 N スモーキングですね。なるほどね。おお、いきなり噛んだじゃん。あ、若干スーッとする感じがあって、これがなんかメンソールのイミテーションなのかな。なるほど、うん、はい。あ、はい。それがあるのか。こういうやつだから。それをやるためのものなのか。っていうやつだ。すいません。ちょっとやらせていただきます。うん。タバコ吸ったことないのに、我々の。でも結構不思議な味するな、今食べてみると。何味なんですかみたいな。これ何味なんだろうね。ココアって感じでもなくない、ちょっと。うん、薬の味がする。でもその変な感じは分かる、うん、薬品みたいな、うん、でもかっこいいよね、ちょっと見た目はね。なんか今日の服装に合ってる。確かに、うん。あ、チャンス、いっちゃいますか。こちらはですね、うん、最下位でございます。あら、人参。はい、味もちょっと微妙だったって思いまして、私は、うんうん、あまりでしたね。飴はどうですか。飴の袋を切り、口側から開けてください。ひらがながたくさん読みやすい。読みやすいね。切り、口からではなくて切り口からだね。あ、切り。これ袋に当たりが、あ、外れた、外れた。飴を絞ってつけます。それで寝る。なるほど。すごい綺麗だね、なんか ね、うん、すごいなんかね、ダイヤモンドじゃないけどさ。ダイヤモンド最近自分でさ、突っ込むこと多いよ。多分もう置いてっちゃってると思うんだよね、その、うん、私のこの日本語のできなさっていうのは、うん、もう問題になってきてるんじゃないかと思ってね。いやいやいや、このでも俺と山ちゃんの話し合いの結果では、うん、ケビンの日本語の間違いはその
そんなに支障があるレベルのことはもうあんま起きないと、うん、だから放置しようっていうことになっちゃう。そうだね。それだから、それだよ。だから一人で突っ込んでんだよ。もう俺ら直したないからね。そう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 、もう別にね、うん、別に直す必要もないし、だって通じてるし、うん、そうそうそう、確かに昔はね、それ違うよとかね、そうそう、言ってたんですけど、でもその時は、それによって結構問題が発生してたけど、うん、今はもうそんなことないからさ、ね、まあ、いいや。そう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 、もう2人が諦めたから面白いし、いや自分でケアするしかないなくなっちゃったわけよ。周りのみんなそうだもん、友達とか。そうだよ、ね、だからもうコメントで学ぶしかないんで、コメントセクションあのね、つい最近 TikTok で、うん、車がさ、アメリカでは赤でも右折できますっていう動画で、はいはい、右に渡れますって言ってた。右に渡れます。でそれに対して、はいはいはい、渡れるって言うと道を横切るって言うんですね、はいはいはい、横断するっていう意味になるんで、はい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 、違いますよっていう、あの正しいご意見をいただいて、正しいご意見で、いや、正しいましたね。それはありがたいんだよ、うん、渡れますって言ってんなと思ってるだけで、うん、指摘しないから。確かにね。いや、それはやっぱ俺らにも責任があるかもしれない。ちょっと待って、渡れるはおかしいんだ。そうそうそう。今、主語と述語の関係は？いや、全然変わんないんだけど、これ。でも、なんかちょっとこう透明度がなかった。そうだね、そうだね。若干白くはなったからね。うまい。でも俺、練り飴のことリスペクトしてるからさ。これはリスペクトがある回し方だね、これ。そうそうそう。尊重されてるんだ。そう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 。じゃあ、いただきます。だいぶないずらになってるけど、個性的な。おじいちゃんは何が魅力でそんなにこれを食べたのかが、ちょっとあんまり分からないな。分からなかった。ごめんね、ごめん。その、うん、俺もリスペクトする。おじいちゃんがすごいリスペクトしちゃった。だけど、その練り飴の何がいいか全く分からないから、そこへのリスペクトはちょっと。なるほどね。おじいちゃんは大好きなんだけど、じゃあ。そうかそうかそうか、うん、これはじゃないんだ。おじいちゃんが大好きなんだけど。でも、とはいえちゃんとしたこの美味しいと思う味があって、うん、まあまあまあ、あのアクティビティ要素もあったということで、ね、ここですね。おお、ここにあります。人参。人参よりもいいね。じゃあ次はきなこ棒でんじゃったらいと思います。きなこの味が、うん、美味しいね。きなこの味がする。必要以上にネチョネチョじゃない。美味しいよ。お、いいね。美味しい。これはね、うん、こちらでございます。おー、3位。はい、これちょっと食べてみたいな。結構気になってるからね、さっきから。これってお菓子屋さん売ってた？売ってたと思う。売ってた、売ってた、うん、でも食べたことはないですね。いただきます。うん、メロン。この長さもね、確か面白いね。面白いよね。これはね、まあまあ美味しかったんだよな、うん、ここです。おー、 1,2,3,4,5,6 位。6位、うん、入ります。こっちからキャベツ太郎行ってみようかなと。いや、キャベツ太郎はうまいよね。いただきます。美味しい、うん、うん、うまいっす、うん、うん、うん、美味しいね。これはですね、うん、3位。おお、3位に入ります。うん、最後じゃあデデン、デデン、ビッグカツ。一番買ったかもな、ビッグカツが。へえ、何やかんや。いただきます。薄っ。うまいよね。うまい。ちょっとカレー風味。ああ、確かに。うまい。うまいよね。エースだよね。美味しいな。駄菓子のクオリティじゃないみたい。ホットスナックというかね。うん。うんうんうん。これは、うん、1位です。ついに、この餅を超えた。トップ3はですね、うん、3位がポテトスナック。おめでとう。2位が桜餅。1位がビッグカツ、うん、っていう結果になりましたね。いや、でもここはね、まあ納得だけど、うん、これがやっぱかなり意外だった ね、うん、このやっぱテキスチャーというか、ちょうどいい、心地よいというか、プラスこのやっぱ味がしっかりと安っぽさと感じさせない独特のやっぱ味がありまして、うん、好きでしたね。あとやっぱこの爪楊枝で刺すっていう、このなんか、うん、なんか遊び心、なんとなくこう、そうそうそう、うん、いや、いい。このこんなに薄いのに、うん、
つまようじ刺してこう、確かになるほどね、ちょっと楽しかったっていうのもあるかな、うん、っていうところでございました。ニンジンが思ったよりも伸びなかったっていう山ちゃん的には1位なわけだよね、ニンジンが、うん、かけちゃん的には1位は、俺は今食べて思ったけど、うん、ビッグカツうまいわ、うん、俺もこれが1位かも、やっぱガツンと感がやっぱ違うわ、はい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 、なんかもう食事に近い感じがあるよね、うん、なんかね、いくらなんだろうこれ、100円ぐらいする、そんな30円え、安っ、20円か30円だったの、安っ結構満たせるんじゃない、この揚げ物よく、やばい、これはすごいわ今度だからボリューミーさんで白ご飯の上にこれをこう3枚並べて、はい、90円プラスご飯でカツ丼、めちゃめちゃいいじゃん、カツ丼それで、それやろう、それやろう、それやろう、次回それやります、次回ビッグカツで食事します。まあ、今回もね、見ていただきありがとうございます、サブスクライブもしくはいいね押していただけたら嬉しいです。ではまたお会いしましょう。じゃあねー